有岡大輝、松村北斗、目黒連羅、第46回日本アカデミー賞、新人俳優賞受賞者ビジュアルコメント到着。2月23日から3月16日まで東京神宮前のレジャード宮下パークにて開催される第46回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞者取り下ろし企画、ニューシネマフェイス2023より、有岡大輝、松村北斗、目黒連羅同賞受賞者8人の取り下ろしビジュアルとコメントが到着した。 第35回2011年より開催され、今年で11年目を迎える新人俳優賞受賞者の取り下ろし企画、ニューシネマフェイス。毎年、期間限定で掲出されると多くの人々が現地を訪れ、映画ファンのフォトスポットとして話題となっている。一生に一度しか経験できない新人俳優賞を受賞して、この企画に参加することを熱望する若手俳優も多くいるほど、 日本アカデミー賞受賞式の前のもう一つの企画として盛り上がりを見せている。受賞者たちは自分にとって映画とは、10年後20年後の自分像は、との質問に対しコメントしている。